芸大生、芸大生、芸大生から見てブルーピリオドってどうなの？ブルーピリオドね。ブルーピリオドっていうのは皆さんご存知の通り芸大受験を元にしている作品なんですけど、芸大の中では好き嫌いが、ね、分かれるというか時代としてる人も多いんだよね。なんで？芸大受験を元にしてるからこそ結構生々しい描写とかがあったりするんですよ。芸大受験をしている時の辛さ、浪人時代の辛さなどをね呼び起こしちゃうぐらいめちゃめちゃリアルな内容となってるんですね。やっぱりそれが原因になっているのかもしれないですけど、やっぱでも芸大受験のリアルな臨場感でこの先生とかのね結構名言とかもあったりするんで、一度ぐらいは読んどいてもいいかもしれないですね。ちなみに僕は2周しました。